どうも、ミニマリストダンサーのマイペース男です。はい、本日はね、久しぶりに、埼玉県のね、実家に来ております。というわけで、今日ね、昼間、土曜日なんですけど、昼間、地元の埼玉でね、ウーバーイーツやってきたんで、とりあえず、まずはその動画をご覧ください。はい、どうも皆さん、ミニマリストダンサーのマイペース男です。本日はね、約2ヶ月ぶりぐらいにまた埼玉県に来ておりまして、今ね、実家のある埼玉県八潮市からスタートしまして、草加駅というね、まあ、昔僕が住んでたところの駅に今向かってます。本日土曜日、お昼、今は11時半ジャスト11時半ぐらいですね。とりあえずはまずは草加駅目指していきたいと思います。ちなみにね、Uber Eats はね、なんと2週間ぶりなんですよね。6月後半にね、金沢で稼働して、約2週間やんなかったので、久しぶりの Uber Eats です。前回はね、ウォルトはやったんですけど、なんだかんだまだ今月入って、ウォルトしかやってないんでね、初のウーバーイーツでございます。あ、そうそう、ちなみにね、2週間空いたせいでね、特別インセンティブ入ってまして、2回の配達、この1週間で2回の配達で600円っていうね、特別インセンティブもらえるらしいんで、今日最低2回はやりたいなと思ってます。意識低く。ちなみに今日はね、天気はね、今のところ良くてね、32度ぐらいまで上がる予定です。もうすぐ梅雨も明けますんでね、ようやく夏が来る感じですよ。一応日焼け止め塗ったけどね、どうなることやら。はい、今ね、草加駅のね、手代橋を渡っております。草加の名物といえばね、この手代橋ですよ。久しぶりに自転車で渡ってますけれども。はい、マジでね、草加駅の方に来ましたが、一向に注文入りません。時間が今11時34分。注文なるのかな？なりました。なりましたが、いや、これひどいな。ダブルピック413円で 5.8 キロはないだろう。いや、なりましたけど、ちょっとひどすぎましたね、今。2件で 5.8 キロ走って、400円っていう、ちょっと微妙すぎて。これはちょっとなんだ、ダメだ。蹴りました、さすがに。俺の感覚がおかしいのかな？いや、ダメだよ。さすがに蹴りますね、あれはね。広い案件が飛んできました、一発目から。あ、よく通ったね、懐かしの道に来ました。ギリ1年前はね、この辺に住んでたんですね。はい、というわけで、草加駅のね、マクドナルドがあるんで、マクドナルド前に来ました。さあ、これ、ちょっと自動しますか。自転車の数すごいな。めっちゃ並んでる。でもね、時間11時42分。まあね、マクドナルドの近くのね、日陰にいるんですが、全然ならないですね。駅前はね、ロッテリアとかね、スターバックスもあるんでね、そっちの方がなるのかな。まあ、もうしばらくちょっとこの辺で待機したいと思います。はい、今ね、11時53分ですね。ちょっとね、さすがにね、マクドナルド前にならないんで、いろいろちょっと駅前ぐるぐる回ってみます。まあ、久しぶりにね、来たんでね、ただただ、こうね、サイクリングするっていう感じでも、まあ、いいでしょう。ね、ただ待つよりはね、こっちの方が楽しいから、楽しいを優先で行きましょう。今ね、あまり場所変わってないんだけどね、今よく行ってたロッテリアに来ましたね。ここはね、草加駅で僕がね、よく、ここでウーバーイーツやってる時になってたんですけど、果たしてなるのか。ちなみにこのロッテリアは僕がね、初めてウーバーイーツ配達したのがこのお店です。懐かしい。いやー、ならないですね。東京はね、200円の染み付いてるんだけどね、埼玉ダメだね。ちなみに今ここは 1.1 倍ブーストがついてますね。はい、草加駅前でございます。ロータリー、東京とかより広いでしょ、これ。自由が丘のロータリーなんかね、ほんとこの4分の1ぐらいの広さだもんね。はい、僕が働いてたね、ネットカフェがありますね。はい、僕が4年ぐらい通ってたフィットネス、ティップネスがありますね。フィットネスクラブ、ティップネス。1年ぐらい前までね、住んでたマンションですね。1階に整骨院があります。いや、恐ろしいですね。こんなにもならないものだと思わなかった。はい、4号バイパスまで来ましたね。まあ、ここにもね、マクドナルドがあるんで、このマクドナルドで何かどうかちょっとわかんないんですが、しばらく近く走りたいと思います。はい、今何時？はい、今ね、時間が12時30分。開始から1時間経ちまして、また2軒目になったんですけどね、さすがにまたひどかった。6.2キロで300円です。他にね、割り合わなすぎるんで、いくらね、注文入んないとはいえ、ここで取ったら負けだと思ってるんで、取んなかったですね。やばいでしょ、これ。はい、今来ました、3軒目。ようやく取りました。
3.2キロ300円、まあ、ギリ許せるかなレベルの案件取ったんで、やっと開始から1時間、早速1軒目行きたいと思います。もうね、いやー広いね。それは了解です。ドアが開きます。こんにちは、ウバイツです。はい、ピックアップしてきました。 2.2 キロですね。ようやくです。行ってきます。自転車降りなくちゃいけないな。靴ずれ起こしてて足が痛いんですよね。はい、今ね1軒目配達完了しました。まだね、そうなるかわかんないですけど、公開機能に戻りたいと思います。1軒目入りました。またね、300円案件なんですけど、はい、今入っている安川駅のね、マクドナルドがあったんで、2軒目向かいたいと思います。よし、これ特別認定600円入ると。はい、ピックアップしてきました。1キロ案件行ってきます。はい、2軒目配達完了したんで、また、駅の方に戻りたいと思います。氷川神社の涼しげでいいですね。はい、また3軒目3コインズですが、またので向かいたいと思います。はい、インナーハットを着きました。高校のね、友達が昔働いてたね。マジですね。じゃあ、ウバイスでーす。すごいな、これ、ね、入るかな。めちゃくちゃ大きいけど。いや、あのね、ものすごい横幅ね、長くて大変だったんだけど、なんとかギリギリ入りました。ウォルトのバックだったら多分入んなかったんですね。はい、だけで 850m、3軒目行きます。はい、3軒目、配達完了。IKEA の方でしたけどね、なんか着いたらもうね、出てきてくださって、スムーズに受け渡しができてね、よかったですね。はい、というわけで、この辺はね、八塚とかから草加、八塚駅から草加に向かう方で、道で、懐かしい道でね、昔通った小学校とかね、昔親友だった友達のね、家の前とか通りながらね、走ってて、いやーなんか、久しぶりにね、幼稚園の頃とかいろいろ思い出しましたね。幼稚園の時はね、本当に、ただの人見知りでしたけどね、僕はね。はい、また300円案件ですが、草加駅前の、31アイスクリーム呼ばれましたね。 2.4キロ、ちょっとアイス 2.4 キロ怖いですけど取っちゃったんで向かいたいと思います。はい、で無事ピックアップしたので、向かいたいと思います。 2.1 キロ行きます。はい、また階段で4階に案件でございます。はい、4件目配達して、配達終わる頃にね、ちょうど次10分ってね、5軒目になりました。で、ね、それのね、まあ、ピックアップ先はもうすぐ近くなんだけど、配達先がちょうど八潮のね、実家の近くなんで、まあこれをね、最後の配達として、今がちょうど2時なんで、まあこれ終わって2時半までにはね、なんとか終わらせたいと思います。もうさすがに暑すぎてやばいんでね、無理しないように行きたいと思います。どんや八塚、ここですね。じゃあ、ウバイツでーす。はい、104AF です。はい、風邪深くですね。はい、お疲れします。はい、注文ピックアップしました。3キロです。ラスト配達行ってきます。5軒目。いや懐かしいね、これ高校の時にね、よく通った通学路ですよ。家からね、高校までね、25分ぐらい自転車で通ってましたね。ガタガタ、道がガタガタなのはもう20年前から変わってないですね。はい、八潮のね、産業道路まで来ましたね。あっちにもマクドナルドがあります。最後の5軒目ですかね。注文配達終わりました。終わる直前にね、6軒目になったんですけど、2キロで300円ですね。まあ全然今までだったら取ってたんだけど、もういいよ、300円はもう3コインでいいよと思って、もうね、2時半なんでね、いやと思って、暑いしちょっとね、減りましたね、2キロ案件だけど。まあ実家も近いんでまた戻りたいと思います。ちなみに最後のね、お客さんはね、あの玄関前にね、メッセージを置いてありまして、暑い中ありがとうございます、よかったらどうぞって言って、なんかお菓子を置いてありまして、いただいてきましたけどね。ああいうなんかね、ありがたいですね、嬉しいですね、本当めちゃくちゃ嬉しい。はい、お疲れ様でした。いやマジでね、ちょっと天気良すぎてね、久しぶりにね、もう暑すぎてね、ちょっと日焼けしてしまいましたけど、今日の成績報告いきます。本日オンライン時間がですね、3時間48分です。ご乗車ですね、1931円、チップが221円ですね。ありがとうございます。もうとにかく最初の1時間はもうね、2件ぐらい来た変な案件来て、さすがにこれは取れねえだろうというね、案件だったんで、なんかダブルピックで6キロぐらい、5.8 キロだっけ、6キロで400円とか、さすがにひどいんでちょっと蹴りましたが、蹴ったせいで最初の1時間は全然配達いけず、残りのね、まあ2時間半ぐらいでなんとか挽回しましたが、ご乗車で。ね、だいたい300円単位。でしたね。ほぼほぼ。300
361円、300円、310円、360円。最後はですね、これもね、379円だったんだけど、なんとチップいただきまして、ジャスト600円の乗っかりましたね。いや、ありがとうございます。チップ、最後の方ね、チップ221円もくださってました。本当ありがとうございます。しかも最後、配達、置き配だったんだけど、注文、配達置いて、そしたら、暑い中ありがとうございます、なんてね、なんか、くださって。本当にね、そういうのめちゃくちゃ嬉しくて、マジでやる気出ましたね。まあ、最後の配達だったんでやる気出たけどね、そのままオフラインにして終わったんですけれども。まあ、そんな感じで、埼玉やっぱりちょっとね、単価が低すぎましたね。いつもの武蔵小杉とか、東京の中心でやってたら多分、ピーク帯だったんでね、土曜日あの時間だったら1件500円、600円は言ってたけど、ちょっと300円台はね、やっぱり埼玉かなって感じで、まあ、赤しみもなく、ブーストは 1.1 倍で、まあまあ微妙な感じでしたけど、まあ、そんな感じでまたね、埼玉もね、今度はメニューとかもね、稼働して、いろいろやろうかと思いますね。よかったらね、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。